いしょこんばんは。ヒートテックが、ヒートテックが見えちゃうこんばんは。やばいぞ、部屋が荒れててやばいぞ。ちょっとやばいぞこれは。部屋が荒れすぎてて、テスト期間でファイルばっかりで、大量の、よいしょ。もう一回さ、部屋がやばいことになっちゃうともうさ、やる気がない、なくなるから嫌だよね。こんばんは。もう今日は本当にヘトヘトなんですよ。もうなんでかっていうと、帰りに近所のワンちゃんに追いかけられてしまって、もう本当に全力疾走したんですよ。今日は本当にクタクタの日です、うん、まず学校を歩いて行ってないわ今日。学校の体育がありました今日。まず学校の体育があって、マット運動でめっちゃ動きました。それで体をあったかくするためにって言われて、体育館を3周走りました。あとは学校の帰りは友達がちょっと違う方面に歩くだったから、ちょっと遠回りして帰りました。それで、遠回りして帰って、家に帰る道が工事で行き止まりになってて、ちょっと遠い、ちょっと遠回りしたんだけど、遠回りから近道になる道がちょうど行き止まりになってて、遠いところから遠回りしないといけなくて、遠回りの道通ってるのにまた遠回りして帰って、それでそろそろ家に着くと思ったら、ワンちゃんに追いかけられました。もう本当に疲れましたよ今日は歩きすぎてそう、近所のちょっとやんちゃなワンちゃんがいてね、だいぶ結構もう狙われると結構やばいんですよ。でももう全力疾走して、いや逃げるから追いかけられるっていうのは分かってるんやけどさ、逃げないとさ怖いじゃん。で逃げてたら友達にめっちゃ笑われました犬苦手なんて、めっちゃ怖かった。一回追いかけられたんよ、追いかけられて、それで一回追いかけられて、そのワンちゃんどっか行ったんですよ一回。でまた気づいて追いかけられてて、もう一回走ってまたどっか行って家に着きましたもう制服でもうスカート持ってこうやって走りました全力疾走やばいよね。怖かった本当に。話が嫌じゃないんだけど、話してたんだろうね見た目めっちゃ可愛いワンちゃんなんだけど、まあまあでかいんだよね。まあまあでかい、どんぐらい、まあまあでかいワンちゃんなんだけど、結構怖かったです
本当に疲れた。でも今日学校でね、ワークをめっちゃ終わらせれました。国語と英語と理科をワークをもう全部学校で終わらせました。私ちょっとずつやってたんだけど、完璧に終わらせました、学校で。なので今日の夜は社会と数学、ちょっとめんどくさいのが残ってるんだけど。種類は何なんだろうね、よくわかんない。柴犬かな。学校の階段って信じる派、信じない。メルなども狙える写真かわいいって。もう疲れました。本当にもうお家に着くギリギリでワンちゃんに送られまって、友達にめっちゃ笑われた。今日はいつも一緒に帰ってる友達がね、途中でちょっと違う、病院に行かないといけなくて、病院まで一緒に病院まで送ったから、いつもの通学路と道が違ったんですよ。道が違ったからちょっと遠回りしたんです、病院寄ったから。遠回りしで、それでいつもと違う道からお家に帰ってたら、ちょうどまた違う友達と、こう友達は普通にこう歩いたんだよ。で、私がこの道があって、ここにも道があって、友達こうやって普通に歩いてきてて、で私ここの道とこを通って、おっ！ってなって そっからは一緒に帰りました、その子と。本当にめっちゃ綺麗にね、出会いました。めっちゃすごい、同じタイミングで出会って、そっから一緒に歩いて帰って。スカモンパーカーかわいい。友達追われてないんですよ。友達多分逃げてなかったから追われてなくて、私はめっちゃ逃げたから、そう、追われただけで。昨日の話すごく可愛かった。そう、昨日はね、さあやちゃんがお団子じゃない、くまモン、さあやちゃんと言ったらくまモンだとなって、くまヘアしたんですけど、でも上でやっちゃうと帽子がかぶれなくなっちゃうと思って、下でやってもらいました。ファンの方からもね、下は好評だったんだよね、毎配信でやって。だから下にしました。そう。もうね、異常じゃないくらい、なんていうの、ピン、髪の毛のヘアピンがめっちゃ止まってて、めっちゃ頑丈にしてくれてた しかも髪の毛が長いから難しそうだった、めっちゃ。
ップ友達多そう。私友達本当に少なくて本当に数人しかいないんだけどめっちゃ話す子何人かしかいなくて、でも2年生になって増えたけど話す子がね、なんか友達同士の関係関わりで友達の友達みたいな感じで話すこと増えたけど、なかなか自分から話しに行けないタイプだから難しいんだよね人見知りなので。そう、お見送りがね出れなくて、結構あの公園で最後の礼した時が57分とか58分とかで、結構時間がやばくて、あんまりこの長い方の花道の方は奥とかに行けなかったりしてごめんなさい。そう、ギリギリで出れたからよかったんだけど、最後まで。ピン外すのは自分で、そう、自分で外した昨日は。コープ昨日のヘアアレンジでショートめっちゃ似合うと思う。本当？ショートの写真あるんだけど、まだ髪の毛のセットとか何も自分でできない時にショートにしたから、めっちゃ寝癖とかやばかったんだよそう、やばかったんだけど、今はどうなんだろうね。でもショート伸ばしたいんで、今は切りたい気持ちもあるけど。来週展示町公園で焼き芋フェス、やば、焼き芋フェスやば。お芋大好きなので行きたいな。焼き芋、焼き芋、いろんな焼き芋が売られてるのかな。生誕祭の時はね9時までしか出れないからちょっとね厳しかったりしたんだけど、フェブラリーができてよかった。ピン外した後の髪ってどんな感じなん？なんかここで一回ツインテールしてて三つ編みして巻きつけてるので、ピン外したら三つ編みの状態になります。誕生日迎えての劇場公演は9時まで。そう、たあの劇場公演とかは高校生中学生って言われなんだけど、配信は年齢なので、そう配信は9時までになるんだけど、公演とかは変わらないです。中学生は僕のコースターゲット。そう、コースターがさ、ちょっと待ってね、コースターがね、コースターが新しくなってるんだよ。昨日もらって帰ってきました。おしどリンクのコースターが今日パジャドラあるので、ぜひゲットしてみてください。おしどリンクのコースターがね、昨日サンプル
もらってきた。なんか臭くない？なんか酸っぱい匂いがする。は、私もこれつけるの苦手でね。きた。めっちゃ前髪短い時の私なので、ぜひゲットしてね。で、結局ね、私自分のシドリンクが一番好きなことに気づいた。結局自分のシドリンクが一番ね、なんかね、美味しく感じるんだよね。で、これは昨日さーちゃんからもらったお菓子、まだ食べてないんだ。チョコレート入ってるやん。待って、どっか行った。チョコレートどっか行った。どこに転がった。あれ、あった。焼き芋ドリンク、やば。今日の私の昼ご飯、ココッペ。何ココッペ、ココッペ、コッペパンかな。でかいのぐらい妹の芋っぺと過ごし。そうです、そうなんです。ビタミンにも、そう、確かにオンライン使えそう。でもね、意外とあれね、お団子丸めるの難しいんだよね。髪の毛が長いと、長い短くても難しいけど、でもできそう。正明さん、だるまありがとうございます。コースターじゃない、キーホルダーか。キーホルダーです。焼き芋フェス、来週焼き芋食べ比べとか、スイートポテト、やばい。芋けんぴ大好きなんだよ。音楽指定は全部自分でやってます。これ何味かな、なんか中にね、なんか入ってるんだよね、きっと。何味なんだろう、気になる。これは飴？ヨーグルト味だって。やばチョコ大好きです。でもご飯前なので食べないことにします。
焼き芋は甘いの不思議。うん、確かに。どうしたら甘くなるのね、焼き芋って。もともとさ、甘い焼き芋使っててもあそこまでさ、なんかならないよね。どうやってやってるんだ。テストは今週、そう、金曜日にあるので、あさって。なので今日でワークを終わらせて、明日は勉強できるようにしとかないといけないんだけど、頑張ります。焼き芋チャーハン美味しい。どうなんだろう。シーチャンプさん、だるまありがとうございます。アリーさん、ホットチョコありがとうございます。マイナ君、ハートありがとうございます。ビギタンダさん、だるまありがとうございます。赤田寛兵衛さん、バラありがとうございます。アリーさん、ハートありがとうございます。パーロンさん、だるまありがとうございます。トロン魚さん、レインボースターありがとうございます。フォアローさん、ホットチョコありがとうございます。ミルクラゲさん、だるまありがとうございます。タロン魚さん、トートありがとうございます。フワヤさん、かわいありがとうございます。前野くん、ハートありがとうございます。 YK さん、バラありがとうございます。ムハマロさん、バラありがとうございます。ニャンダさん、ハートありがとうございます。キョウコノグロさん、だるまありがとうございます。カトッペくん、ホットチョコありがとうございます。マサアキさん、だるまありがとうございます。ヤスさん、コズチありがとうございます。山中さん、ハートありがとうございます。カズピさん、ハートありがとうございます。クロさん、レインボースターありがとうございます。ハートもありがとうございます。フラさん、ハートありがとうございます。ウクケセさん、ダルマありがとうございます。フラさん、ダルマありがとうございます。エチケチ超絶王子さん、ハートありがとうございます。タロン魚さん、ホットチョコありがとうございます。今日6時間目が試験勉強の時間で、もう丸1時間ずっと試験勉強してくださいみたいな時間だったんですけど、それで周り見たらもうみんな寝てる。みんな眠そうな人って、寝てる人ってやばかったね。もう私ももうね、目がもうこんなになっててやばかったんだけど、寝ませんでした、ちゃんと。しかもシーンとしてるからさ、勉強してる子はちゃんと勉強してるからさ、みんなシーン、教室がシーンとしてても、みんな、ね、寝てた。先生いるけど、先生も何も言わない。なんか先生も左右してたよ、なんか先生も丸付けしてた気がする。もうね、やっぱ6時間目とかもう最悪よ。6時間目とかも眠いもんね、めっちゃ。5時間目がやばい。しかも私の席ってめっちゃ日が当たるんです、ちょうど。だから暖かくて余計に眠くなる。カーテン開けてたら日が入るから、日が暖かくて眠くなります。さすがにみんなさ、いびきかくほど熟睡してなかったけど、もうみんなもうね、目がし、もうこんなんだった。アナクマ一郎さん、かわいい、ありがとうございます。そう、給食の後やばいよね。同じこと中のラジオアングル配信来て聞いてます、だって。シーザーペさん、だるまありがとうございます。教科書で隠したりとかはしないね。体育の後も眠い。体育の後は
眠いかな。でもやっぱり 5,6 時間目が一番やばいね。眠い。なんかさ、小学生の時とかあんまさ授業で眠くなるっていうの本当になかったんだよね私。でも中学生になってからめっちゃ眠くなる授業で。小学生の時に、ね、全然眠いとか感じたことなかったんだけど。先生からなんて呼ばれてるの？心。心か立花さん。マックハートありがとうございます。お昼寝1時間導入したらいいと思う。高校はもっと眠くなるよ。高校ね。バウチさん、レインボースターありがとうございます。心呼びしてるファンはいる。心ちゃんはあたまに聞くんだけど、みんなだいたいココッペかな。心呼びはあんまりない気がします。YouTube さん、だるまありがとうございます。10分寝たら一番疲れが取れん取れん。もう10分寝ちゃうともう私起きれないですね。一番あのいい時間、10分が一番 寝てる時間だからさ。なんかだいたいさ15分とか寝ればさすっきりするって言うけど、私全然さもう眠く、逆にもっと眠くなっちゃうんだよね。どうすればいいか。急遽で休息睡眠カプセルとかっていいの？6期生、みなしの名前かわいいから下の名前呼びたくないことあるわって。ハンナとかミユとか。そうね、みんな下の名前かわいいの。たくさん寝て死んじゃうと1センチ伸ばさないと。ねえ、やっぱ寝る子は育つって本当なのかな。本当だったらもうね寝ます。アラームかけずに寝るのがもうめっちゃ最高。
小田先生めっちゃ寝るらしい。そう、めっちゃ寝る。やっぱ寝るの大事よね。いっぱい寝よう。寝ます。もう昨日も英語のワークが頑張ってたら、一回英語のワークめっちゃキリがいいとこまで終わって、あ、一回ちょっと休憩と思ってこの座椅子に座ってやってたんだけどね、この机で一回休憩と思って、もうこうやってこうやってもうぼーっとしてたの。こうやって上向いてこうやってこの壁に頭をこう何かかされて、何かかして何かかってこうやってやってたんですよ。そしたらもう気づいたら寝ていてね、昨日も。今公演終わりにそう帰ってきてワークやってたんだけど、もう寝ちゃってて、それで2時3時くらいに起きて、あ、嘘嘘、2時3時くらい、2時3時くらいかに起きて、ベッドに移動しました。何かかる。これもさ、方言なんだよ、きっと。なんか、何かかるっていうのは別の言葉で言い表せないんだけど、こう、もたれかかるみたいな、壁に。壁にこう、なんていうの？柱にもたれかかるみたいな、そんな言い方。で、何かかるって言うんですよ。やばいかな。何かかって。身長測るときとか、あの後ろのこのところにちゃんと何かかってって言われますね。身体測定のときとか。アイマスク、みんなアイマスクつけて寝てるかな。アイマスクね。ヒデさん、だるまありがとうございます。僕のじいちゃんが天気がいい日にルンルン気分で歩いてたら身長3センチ伸びるって言った。うっ、それを信じよう。え、まさかこの間つけてたね。コピーどこでも寝れるタイプ、移動中全然寝れます。私本当にどこでも寝れます。車とか大好き。もう車とか電車バス全部乗り物系めっちゃ寝れる。乗り物乗ったらもうすぐ眠くなります。すごい体勢になるんだよ、私寝るとき。もうこうやって丸まって寝たりしてる。首グキってなってるときもあるし、すごい体勢だから。乗り物も全然寝れます、ね、トムトムさん、だるまありがとうございます。そうだ、今日ね倒立前転っていうのをマット運動でやったんです、学校で。
倒立を、壁倒立をして、こう壁にこう全身をこうつけて、そのままこう前転するみたいな技をやったんですけど、そのまず倒立自体ができなくて前転どころじゃなかった。めっちゃ面白かった、楽しかったそう、マット運動がね楽しいよね。でもまあ楽しいけど怖い。倒立できないし側転できないし、私も前回りとかしかできないんです。船酔いしないタイプ。たまに、でも楽しい、船って大体楽しい時に乗るじゃないですか、旅行とか。楽しかったら全然酔わないけど、船酔いっていうのあんまりしたことないかもしれない。寝乗り過ごしたことはある？あります。寝てて2駅先の駅で乗り過ごしたりしたことはあります。でも1回しかない、まだ乗り過ごしたことは。1回なんか6期生レッスンの時にめっちゃ疲れてて、電車で寝て気づいたら通り過ぎてたとかあるけど。全然知らない駅についてびっくりしたどこだここって。ああいうのってさ、めっちゃ冷や汗かくじゃないですか。もうほんとに側転できないから、ほんとに私ほんとに側転できない。クリナさんよりできないです、私もうほんとに側転なんてできないので、ちょっと安心できないから。マイラくんハートありがとうございます。山崎パンさんハートありがとうございます。パパが迎えに来た、そこのよくわからない駅で40分ほど待ってパパが迎えに来てくれました。クリリンさん、誰もありがとうございます。今日は寒くないの？今日は寒かったね。体育の時とかはあのマット運動なんで靴下を脱いで裸足でやるんですよ。なのでめっちゃ寒かった。でも帰りはめっちゃ走ったのであったかかったけど、1時間目はやばかったね。足の裏がもう、ま、凍ってた。感覚がなかった。裸足でやるから冷たいし、やばいけど、やばいし、上着も脱がないといけないし、寒い。その凍った足で
体育館3周も回ったのでやばかったです。足の裏がもうキンキンだった。シリウスさん、服ありがとうございます。冬のそう体育やばいんだよね。めっちゃやばい、寒い夏もやばいって。夏はもう暑くてやばいんだけど、どっちもどっちだね。なーやなーやさん、なーやなーなーややか、なーなナーナヤーヤーさん、ハートありがとうございます。一緒にやった香りです、ありがとうございます。コピーはスタバの新作飲む、飲みたい。オペラでしょ。オペラってさどんな味、なんかさ去年もあったよね。前田マーサハートありがとうございます。どんな味、なんか苦いっていうのを聞いたんだけど本当苦い。オペラってどういう味なのか。スタバなんて一時飲んでないから飲みたい。チョコの声、あ、そういうことね。チョコが濃いチョコなのか。さすがに最近はホットメニュー頼みがち。スタバでさあったかいの頼んだことないんだよね、あんまり。いつもあの冷たいのばっかり。私もドリンクチケットあるからさ使おうかな。ひろたみさん、ハートありがとうございます。そんなこと言ってたらさあちゃんのチョコレートが食べたくなった。ご飯前だから。最近アイスクリームめっちゃ食べてるよって。アイスクリーム食べたいね。おにゅうもいつかやりたいなって思います。今日はね豚汁だった。のぶーさんハートありがとうございます。みちろうさんハートありがとうございます。豚汁と何だったっけ、なんか豚肉の炒めたやつだった気がするんだよね。豚汁と豚肉の炒めたやつと、イカうん
イカのお刺身です。お正月にお兄ちゃんたちが釣りに行ったんですよ、イカを。そのイカを食べます。私鶏肉が一番好き。鶏肉。きた。トントロと。何これ、トントロとなんとかの炒め物。22月大か、磯辺揚げ。ちくわの磯辺揚げだ。釣りはね、一回ねなんかしたことあるんだけど、釣れなくてもう向いてないことに気づきました。闘病？闘病？そう、一回釣り行ったことあるんだよ。めっちゃ前なんだけど、行ったことがあって、でもね、釣れないし、もう全然、闘病、もう向いてなかった、私には。なんか22って呼んでみたいなのを小さい頃にめっちゃ言われてた記憶あるんだよね。だからそうなってる、呼び方になってるんだけど、なんかめっちゃ小さい頃に教えられてた記憶が あります。今更変えようとも思わないし、ずっとその読み方だけど、私も甥っ子と姪っ子にお兄ちゃんと呼ばせてる。 お兄ちゃんって呼ぶんだね、すごい。みんなでもさ、今の子たちってお父さんお母さんよりパパママの方が多いのかな。パパママの方が多いのかな。ね。もうその読み方してもらったことない。急に読み方変えていってみよう。いや、何？みたいに言われそう。パパママだよね、やっぱり。お父さんもお母様って言うよ。すごっ。親父とお母さん呼びでした。マヤくんハートありがとうございます。ダディマミー。サエじゃマミーって言ってるよね。父上母上。 言ったことないんだけど、そんなの。私は兄弟に下の名前で呼ぶことを義務化しました。マルコ、普段からもマルコって言ってるのかな。気になるね。下の名前で呼ぶ人もいるね。いるよね。藤子とかめっちゃ下の名前で呼んでるくない？あ、わかんないか。呼んでるんだよね、藤子とか。今日のドラマ、お父さんのことペーって嘘。やば。え、メールとかさ、マルコって言ってるけど、本当にマルコって言ってるのかなと思って。なんかママって言ってそうだけどね。
ママだからマルコってことじゃない？配信ではお父さんお母さん呼びよね。藤子、本当はね違うんよ。藤子子、藤子子お母さんとか絶対言ってないよ。絶対言ってない。パパママだもん藤子。あ、始まるね。そうそう、じゃあランキング読みます。パジャマドライブ公演なので。じゃあ13位から読みます。13位ウッチーさんありがとうございます。12位ポアロンさんありがとうございます。11位シーチャペさんありがとうございます。10位トモゾッペさんありがとうございます。キムハマロさんありがとうございます。8位サロンさかなさんありがとうございます。7位バウッチさんありがとうございます。6位クロさんありがとうございます。5位カトペクありがとうございます。4位マイナクありがとうございます。3位アリーさんありがとうございます。2位 MJ ジアさんありがとうございます。1位ヤスさんありがとうございました。では終わりたいと思います。パジャドラ見る方は楽しんでください。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。